なこちゃんはマスクが大好きです。ダメよこれ汚いから、毛玉じゃない毛糸。そうそう、それで遊んでて。今日はメイクしてないんですけど、すっぴんでもやりたくないみたいな感じでマスクして配信してます。ちょっとお姉さん、ひなちゃん、サンジャナイアンの動画も出てるから見てください。ぜひ映り込んできた。ひなちゃん遅いよ、お座り。あ、今日はお利口じゃない。これでいいじゃん。いた。ひなちゃん。あ、あくびしてる。今日はなんか祝日らしいですね。知らなかった。26日のトークショー楽しみ。え、なんか発表されてたね。ひなちゃんやめて、私のベッドの上で遊んでる。白い、真っ白で、おきなちゃん画面が。いやー、マスクやだやだ。きなちゃん、どっちだ。何食べたいの？食べたい。まだご飯には早いですね。待って、目が、目になんかついてる。きなちゃん。今お芋が食べたくて泣いてます。ひなちゃん
で遊ぼう。あれ持ってきて、あれあれ嫌なの。お芋食べたい人、お芋食べたいの。お芋が食べたいんだって。あれで遊ぼうよ、きなちゃん。これもうこんな猫より100円の猫より芋だって。ひなちゃん、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 そうなんだよ。配信始めるとこうやってワンマン言うでしょ。かまってちゃんなんですよ。かまってちゃん、壊れてるやつじゃない、これは新しい。お座りは？お座りして。お座りは？伏せ。伏せだよ。こうやってゆっくり当たらないとマジですぐなくなるから。指食べられてないよ。あと手の中に隠してる。でちょっとずつ上げてる。力強っ。あ、持ってかれた。どうしの。あー、もうなくなった。早っ。いくよ。はい、いくよ。はい、きなちゃんいくよ。もうないよ。いくよ。なんでー、なんで。あ、いいじゃん、それで食べてて。おしゃべりしよう、おしゃべり。なになに、今日お休みです。朝起きてご飯食べて、昼ぐらいにきなちゃんと寝て、起きて
期生トークイベントは2人きりなんですか。まあ2人しかいないので、はい。何やるかは知らないです。なんで家でマスクしてんの。メイクしたくないから。お披露目の映像とか見せられる。なんかさ、自己紹介の映像は何回も見たことあるんだけどさ、普通に踊ってる映像見たいんだけど。5期生のお披露目は DVD 収録されてなくて、だから普通に見たい。なんかもうさ、昔すぎてなんかもう恥ずかしいやめてとかじゃないんだよね。なんかあ、頑張ってるなって思う。11歳の頃の自分。そういう気持ちになる。若すぎて。さっきまで一緒に寝てたじゃん。もう食べたかダメだよ。さっき後でお散歩行こう。お散歩行く人、お散歩行く人。昨日はね、お散歩行けなかったんだよね。行ったんだけど、途中でちょうど雨降ってきちゃったんだよね。行きたいの。ちゃん、きなこちゃん、今日午前中曇ってた。いつも散歩ね、夜涼しくなってから行くんですよ。黒ひげつかみのプロの方、すごかったでしょあれ。やばくない？自分でもびっくりしたもん。あれやばいよね、奇跡。しかもあんなさ、二人目でさ、なると思わなかったからさ、びっくりしちゃった。きなこちゃん、きなこちゃん、にゃー。運動神経じゃなくない？あれ運動じゃないじゃん、だって動体視力わかんない。反射神経かもわかんない。でもあれでしょ、
たまたま、たまたまってやつです。こっちの電気つけてるからかな。一回ちょっと忘れさせたいですね。え、ねえねえ、めちゃくちゃ朗報。一回暗くなります。なんと、電気のリモコンが見つかりました。え、なんか普通になんか隙間に落ちてた。ちょっとお腹が空いてるみたいなので気にしないでください。これでね、反応してあげちゃうとブクブク太っちゃうんで。忘れるまで待ちましょう。なんで世の中なのにマスクしてるの？え、スピンでやるのが今日は気分じゃなかったから。これは後でお散歩行くときにつけるので。いつも本当立ってね、よしよしするんだけど、今立ったら配信できなくなっちゃうから。ガムです。歯磨きガムみたいなやつ。ポメラニアンよく寝るんですか？どうなんだろう。でも私がベッドに行くと絶対ついてきて一緒に寝るから、時間とか関係なく私が結構寝ちゃう人だから寝てるかも。あれ、もう当たんの。きなちゃん、きなちゃん、おお、ジャンプ。
きなこちゃん早いね、開けるの。いくよ、どっちだ。あ、正解。気をそらす作戦。それ指、それ指指、でも甘噛みなんで痛くないです。ちょっとちょっと、え、すごいよくわかるね、さすが犬。あ、もう悪い子だ。正解。5期のトークショー、そう、見てください、ぜひ配信で。今あげたら、あの、次朝あげるまでにお腹が空いちゃうからあげないです、まだ。結構なんかポメラニアンはこういう性格らしい。遊んで遊んでっていう性格らしい。そういえばあのピンクの洋服取れたんや。え、そういえばあのピンクの洋服取れたんや、どういうことだ。ああ、ひなちゃんのか。そう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 、抜歯したので取ってきました、この前。痛い、今腕やった。ひなちゃん、え、楽しかったな、これが。きなちゃん、きなちゃんは踊るとちゃんと観覧してくれる。何踊ってほしい、きなちゃん。何踊ってほしい。一緒に帰ろう、この道を君は電車乗り僕はチャリンコで、はいはいはい、一緒に帰ろう、この道を地獄通りに待ち合わせて、ハートは同じベクトル。かわいいよ。次何がいい？なんか楽しげな曲がいいですよね。なんかリクエストください。喉乾いたらしい、今水分補給に行った。あ、皇帝の声のいいね。きなちゃん、皇帝の声の踊るよ。あれ、きなちゃんどうぞ、こちらにどうぞ。飽きたのも
こっていなかったすみ、一匹の子犬が教室を見上げて誰かを探している。え、どっか行ったんだけど、なぜ。もし言葉喋ったらいなくなった。それで遊びたいな今度は。気分屋さんだね本当に。行くよ、きなちゃん、きなちゃん行くよ。追いかけないんかい。好天な子犬じゃない。もし言葉しゃべった、何を話すのだろう、恋はどこからかやってきて近くをさまようものね。他は何がいいですか。いや、じゃあ何の曲がいい。今僕らは風になる、思うままにどこへも行ける太陽。え、持ってきて今それちょっと触ったの。燃えてる限り次の朝が願い叶えるチャンス。じゃんじゃんじゃん。そんなことするから壊れるんだって。今僕の風になる、思うのにどこへも行ける。あ、首してるし。太陽燃えてる限り次の朝。あ、茶色いいね。ワンツースリー、チャイムはラブソング、愛しきメロディー流れた瞬間にキュンとする、あなたが無意識に。もう興味ないらしい。目と目が合うの5秒のデート中。じゃんじゃん。ボーリング願望いいね。きなちゃん、ボーリング願望いくよ。ボーリングをしようぜ。もう飽きたって。あ、じゃあロープの友情やる？二人で。ロープに捕まえて、お前を見捨て、捕まって。お前を見捨てない。ねえ、遊ぼうよきなちゃん。ラープにつかまれ、お前を見捨てない。はい、でもほんとリアルにロープこれくらいの長さだよね。もう飽きたの？お姉さん、次何にしよっかな。何の踊りにする？きなちゃん、あ、ちょっとなんか元気な曲がいいですね。あ、意外にマンゴーいいね。きなちゃん、
プラッシュ、青い海の中スプラッシュ、僕は飛び込んだスプラッシュ、夏の日差しに背中、なんだっけ、背中を焼きすぎたスプラッシュ、そばにいるだけでスプラッシュ、意識してしまうスプラッシュ。え、もういないんだけど、水飲んでる。君の水着が去年より小さくて、恋はあれから急に成長したのか、変な意味じゃなくてハッとしたんだ。意外にマンゴー違う？違うね。意外にマンゴーじゃないの。あ、君のことが好きなんだ。好き、あれ、君のことが好き、好きだからだっけ、好きなんだだっけ、君のことが好きだからか。君のことが好きだから僕はいつもここにいるよ、人混みに紛れて気づかなくてもいい、君のことが、キナのことが好きだから、君と会えたそのことだけで温かい気持ちでいっぱいになる。いいじゃん、キナのことが好きだ。キナのことが好きだから、僕はいつもここにいるよ、人混みに紛れて気づかなくてもいい、大好き。いやー、キナのことが、ちょ、やめてよ、急に吠えないで、ちょっと物音しただけじゃん。キナのことが好きだから、キナと会えたそのことだけで温かい気持ちでいっぱいになる。イエーイ。何？嬉しいって言ってんの？ありがとうって言ってんの？いいえ。なんか君ってつくさ、言葉でじゃあきなちゃんに捧げるわ。君って何がある？今きなといられることをそばに、あ、きなが思ってる、いいね。そう、きなが思ってるより愛し合うっていいもんだ、今この…違うな、歌詞が分からん。あの頃のキナを見つけたんだ、知らぬ間に寝て思って…え、やっぱ違うね、さっきとの盛り上がりがさ、キナのことが好きだから、キナのことが好きだから、キナちゃん遊ぼうよ。コスモスの記憶って君出てきた。電車を走らせた国道の脇の道、あと5分間に合うかな、出てこないよね。ねえきなちゃん遊ぼうよ。
熱っ。歌って踊ったら里見ファイナルいいじゃん。好きなんだ、キンダーが好きなんだ。ねえ、キナちゃん聞いて、あの替え歌してるから今聞いて。ちょっとエアコンつける、暑いから。鈴木なんだ、あれ鈴木なんだ、キナが鈴木なんだ。初めて会った時から記憶の中の誰より私に強く惹かれた。好きなんだ、キナが好きなんだ。今までずっと隠してた、今日こそ立ち上がって。キナちゃん、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 もう飽きたかも、この。どっちだ、キナちゃん、どっちだ。あ、正解。もう飽きたの？何する次じゃあ。ちょっと私も水分補給する。キナちゃんと遊ぶかい。キナの尻尾がピンと立ってる。キナちゃんの尻尾立ってないよ。キナちゃん尻尾ないもんね、丸まってるもんね、ほら。キナちゃんの尻尾が立つことはないですね。お尻、疲れてやった、キラちゃん寝る？ほんと寝すぎ、私たちは寝すぎです。自転車全力でペダル漕ぎながら坂を踊る。テッテテホテも何も出ないよ。
年のことなのに、わあ、卒業を近づいてきた。てん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 。疲れたね。ちょっと騒ぎすぎたね。今キラといられること、そばにいられること、怖。どれだけ大事な日々か、ああ。君となんだっけ、ああ。ああ、キラのそのすべてを僕は覚えていたい。輝いてるこの時。痛くないです、これ甘がみなんで。ダメ、引っ張ったら痛い。こういうラジオ体操あるよね。中学校の時とかさ、ラジオ体操のテストなかった？しかも私の中学校ラジオ体操第二の、ラジオ体操第二のテストだった。その次なんだっけ？でなんか体育のその筆記のテストの時になんかラジオ体操のなんか動きのなんかイラストみたいのがプリントに書かれてて、これは何番目の運動でしょうみたいな。ラジオ体操頭で一から考えるの、これ1個目でこれはみたいな。きなちゃんもじゃあラジオ体操踊れる？ラジオ体操踊れないでしょ？ね？だからおとなしくしてて。踊れる？ラジオ体操できる？ラジオ体操できないでしょ。だからし。あ、できる？第二だよ。大事だよ。すいません、ラジオ体操できません、これで遊んでくださいってやってきました。変なリズムで押してきなちゃんの気を引く作戦。
はい、すぐ行く、すぐ行く、すぐ行く。ねえ、投げた。キャベツの中から青まし入れたよ、ピッピッ。お父さん青虫、キャベツの中から青虫入れたよ、ピッピッ。お母さん青虫、キャベツの中から青虫入れた、懐かしい。キャベツの中から青虫入れたよ。はい、次は 何の青虫が出てくるでしょうか。ピッピッ、赤ちゃん青虫、キャベツの中から青虫入れたよ、ピッピッ。きなちゃん青虫。え、知らない、この歌幼稚園の時とかにやんない。キャベツの中から青虫入れたよ、ピッピッ。きなちゃん青虫、楽しいね。楽しいですね。幼稚園の時の歌なんて覚えてません。私あれが一番好き。いつのことだか思い出してごらん、あんなことこんなこと、あだでしょ。てて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 て、あんなこと、こんなこと。え、なんかさ、これをさ、最近さ、聞き直してみてさ、歌詞を見直してね、なんかの歌詞がやばいみたいな話になったんだよね、K2 のみんなで。いつのことだか。これ、思い出のアルバムっていうんだ。ことです、思い出してごらん、冬のことです、思い出してごらん、あんなことこんなことあったでしょう。もみの木飾ってメリークリスマス、サンタのおじいさん笑ってた。キャベツの中から青虫出たよ、ピッピッ。お父さん青虫。ダメです、お父さん青虫食べないでください。今あなたお父さん青虫食べましたね。食べましたよね。反省してください。謝って。くしゃみしたねえ。反省してくださいね。キャベツの中から青虫出たよ、ピッピッ。お母さん青虫
ですか。これ何の歌か当ててね。なんか通知来たわ。すごい、2人ぐらいいるわ。疲れた。コップの中に生まれが見えて、疲れちゃったの？どうぞ、この中入りますか？はい、どうぞ。やめてやめてやめて、びっくりびっくりびっくり。そんなにズボンの紐引っ張ったら片方なくなっちゃう。疲れちゃった。ひなちゃん、ひなちゃんここまで持ってくるのに私の体力がもう。そうだよ、紐なくなると入れるの大変なんだから。犬には分かんないんでしょうけど。散歩行く元気あるかな。人間がない。
なちゃん何時頃寝るの？なんか遊んでて勝手に寝てるたりするし、私がベッドに行くタイミングで一緒に寝ます。一緒に寝てなくても気づいたら朝起きたら横にいます。きなちゃんが違うとこで寝ててもちゃんと夜中に移動して私の隣にいる。深夜に全然暴れない、ずっと寝てる。疲れちゃったね。ゲージの中には入れてないけど勝手に入って寝てたりする。ちゃんと自分の基地だっていうのは分かってる。でも留守番の時とかもケージになんか入れっぱなしにはしてないけど、ペットカメラ見てるとちゃんとケージで寝てたりします。今も私の足元で寝転がり始めました。眠くなっちゃったね。危な、頭ゴンって言ってる。トイレもちゃんとできる。お利口さんだもんね。ちょっとかまってかまってでバンバンさっきみたいに言うぐらいで全然お利口です。ガチャンって言ったね今。はいはいはい。何もないよ。なんかガチャンって言ったね今ね。怒ってる。ペットショップわかる。私も覗いちゃう。
貧乏になると吠えるよね。なんか吠えるっていうか喜ぶ、人が来るってわかるからめっちゃ喜ぶ。誰が来ても喜ぶ。宅急便の人とかでも喜ぶ。人間めっちゃ好き。最近マブダチ来てないよね。そうだね、最近は。最近マキコさん来てないね。マキコさんはめっちゃ仲良し一番合ってるっていうのもあるけど、メンバーの中だとマキコさんとは仲良しですね。キナちゃん、あかねちゃんは、あかねちゃんは2回ぐらいあったかな。このマスクいいよ、耳痛くなんなくて。超快適マスクみたいなやつ。これしかつけてない。これが一番好き。喋りすぎてさ声おかしくなってきた。おとなしくなっちゃって急に。疲れたね。めっちゃおとなしいじゃん。お茶飲む。あ、ダメだよ。おとなしいと思ったらいたずらするんだから。やられた。キャップ持ってかれた。ひなちゃん、最悪。ひなちゃん返して。
なちゃん、ひなちゃん、くっそーやられたぜ。ひなちゃん、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 キャップはそれ食べたら閉まんなくなっちゃうからダメなの。取り返した。彼女はキャップ泥棒、まあ常習犯なんで。本当あのふとちょっとも油断すると持ってかれるんで、いつもこう手で持ってこうやって飲まないといけないんだけど、ちょっと今はこう画面隠しながら、ほんと一瞬一瞬の隙、に持ってかれました。おいで、おいで。はい、あ、ひなちゃんミラーボールが来たよ、イエーイって言って。あ、そう、携帯を変えようと思って、出るじゃないですか新しいやつが、13が変えようかな、13に。もうやっぱちょっとなんかちょっと調子悪いんだよね。もう結局でもなんかこんなこと変えなさそう。今テース使ってます。眠いね。これ今のきなちゃん、今こんな感じ。
私の足に顎を乗せてゴロゴロしてます。わかりやすく眠い顔してる。暴れるからじゃん。スマホカバーはこれ結構最近なんだけど、今年の誕生日にもらったやつなんだけど、結構傷ついちゃったけど、もう携帯の機種が古いからないんだよね。もう売ってないんだよね、この型のケースが。もうでも気に入ってるからずっとつけてる。私結構もう携帯ケースは人に言われるまであんま買えなくて、一番最初に買った携帯ケースも結構ボロボロだったり、ゆきちゃんに落書きされたりしてたやつをずっと使ってたんだけど、まひこさんに買えないよって言われて、まひこさんが使ってない iPhone ケースくれて、それずっと使ってて、でそれもボロボロになってきたぐらいのタイミングでこれくれたから、まひこさんに言われた時しか携帯ケースは買えない。ちゃんって言っただけだよ。世間は十四町っぽいよ。え、そうなの？なんかでもこだわりはないんだけど、あんまりこだわりはないけど、なんかでも新しいのが良くないって思っちゃう派なんだよね、私は。まあでも確かに14を待ちたくなる人がいるのも分かる。確かに まあでもピンク可愛かった、色が可愛かった。うん、プロじゃない方。おしりんは青がいいってね。でもいろんな色あった。
眠たい。あ、指紋認証ね。で私、まあ、指紋認証は確かに楽だけど、私顔認証使ってないから、もうなんかパスコード打つのに慣れてるからさ、全然なんかあってもなくてもいいやって感じ。まああったら便利なのは確かだけど。すごい変な寝方するじゃん。指紋認証、私 iPad が指紋認証できるから、まあでも確かにそれは楽だなって思う。別に指紋認証はなくてもいいよ、私は。アップルウォッチ欲しくないの？みんな持ってるよね。でもなんかあんまさ、もうこういうなんていうの、文化がないから自分の中で。なんか使いこなせず終わってしまいそう、アップルウォッチ。でも時計つけてる人はなんかいいなって思うけど、なんだろう、自分がしてないものだからかもしれない。おしゃれで指輪つけてる人とかもいいなって思う。そういうのが似合う人っていいなって思う。腕時計とか自分がしないからかも。イヤリングとかあんまりしない。するときもするけどあんましないかも。腕時計持ってない。ひなちゃんは寝ました。時計はデジタルアナログ、え、だから携帯しかない携帯かな。ネックレス、これは今年の夏買いました。自分でこれくらい細いちっちゃいやつだとさりげなくていいかなと思ってつけてます。
何にでも合う。服を選ばない。髪の毛からわないよ。部屋着にネックレスってなんかいい、いいの？よかったつけてて。おもちゃみたいな指輪はなんか真っ黒な服とかに着る、つける。あれはさすがに外じゃないとつけない。キナちゃんが右足に寝てるから、なんていうの、こう足があったらこう寝てるの。キナちゃんが今右足がしびれそう。動けない。なんか静かになると物足りなくなってしまったやばっ、きなちゃんに心奪われてるじゃん。さっきのきなちゃんの写真メールに送ってあげる。送った。シンプルなテロップ。やっぱみんな今から来た人とかは「きなちゃんどこ、きなちゃんどこ」って言ってくるかもしんないから、ちゃんと寝たよっていう。月見バーガー食べた。美味しかった。何
んか味覚がない時に一回マックのハンバーガーを食べたんだけど、なんかポテトがめっちゃしんどくて味ないのに食べるのが、だからそっからちょっとなんか躊躇してたんだけど、最近味覚が戻って月見バーガー食べた時にポテトもセットで食べたんだけど美味しかった。もう味覚はね大丈夫、嗅覚は分かんない、嗅覚の確かめ方ってちょっとあんま分かんないんだけど、でもなんかこの前なんか妹と出かけた時に、え、なんかこのお店なんとかの匂いするよねみたいな会話を私がさりげなくした時に、え、ゆうなちゃん匂い戻ってるじゃんみたいな、この前なんか全然反応しなかったのに戻ってるじゃんって言われたから戻ってるのかも。だから戻ってると思う。妹ゆうなちゃんって呼んだね。うん、ゆうなちゃんって呼ぶ。体力も問題ない、体力は分かんない公演とかやってみないと、一回日常生活的に問題はない。昔から言うなちゃん、うん、ずっとお姉ちゃんとか言われたことない電車の上で伝えたりずっと聞いてる、ありがとう。珍しいかな、兄弟でなんかちゃんと付けて呼ぶのめんどくさい、めんどくさいじゃない、珍しいのかな。弟もゆうなちゃん、でも妹のこと呼び捨てで呼んでる昔から、私のことはゆうなちゃんって久しぶりにメンバーに会ったんですけど、なんか
だから K2 の、 あの一緒に休んでた人たちと久しぶりに会って、元気でよかったみたいな言ってくれて、いやみんなも元気じゃなかったのに優しいと思って、久しぶりに会った。みんな変わってなかった、変わってなかった、そうだね、割と連絡は取ったりしてたんだけど、会ったのはね、ほんと久しぶりだった。ねえ、足どかしていいかな。寒くなってきた。あ、メール来た？いや本当にね、連絡が気軽に取れる時代でよかった。自分の小屋に入って寝ました。メール取ってないので永久に来ない。それは取った方がいいですね。可愛い犬の写真が来ますよ。眉毛脱色したいな。眉毛ちゃんとあるから、割と眉毛最近描いてない。眉マスカラで色を髪色に合わせてるぐらい。眉毛結構ね、いい眉毛してんだよあのちょうどいい眉毛してる。ちょっと今なんかこの画面越しだとちょっと薄いけど、いい眉毛の形してるのよ。昨日テレビ見ながら脱色したら抜けすぎてやばい。それやばい。あれはちょっとね、大きすぎるとね、危ないことになっちゃうから。犬寝ました。マスクしてるといつもより幼く見える。え、嘘、そうなの？
今日何時まで決めてない。今の髪色って何色なの、なんだっけ、アッシュアッシュなんとかみたいな。いつもなんかこんな感じの色でこんな感じでって言うから何色か分からず染めてもらってる。仲良しの美容師さんなので、なんか暗くしたくてこれくらいの色にしたいんですけど、刺身してで、なんかわかんないから私が全然いつもなんかめっちゃ聞いてくれて優しい。うん、写真見せるスタイル。なんかやっぱいろんな美容院行ったりとかするけど、結局やっぱね、やっぱこの人がいいなって戻ってくる。なんかその予定が合わない時とかすぐなんか髪の毛例えば黒にしないといけないとかいう時は仕方なくなんか他のとこ行ったりするけど、そういうのがない限りはずっと行きたいなって感じ。どうしたの。はい、どうした、何かに吠えてる。次髪の毛何色にしよっかな。10月、1ヶ月後。で冬って結構なんか気分いろいろだよね。明るくしたくなる時もあるし暗くしたくなる時もある。私はもう今回はもう待ち遠しすぎて寒くなるのが暗くしたんですけど、もうちょっと明るいのがいい。赤とかピンクっぽいの可愛いよね。でもなんかピンク系は、まあ、先月全然外出てないんだけど一応やってたんだよね。今ねいいよね、アッシュだって。なんて言ってたかな、何色だったんだろうか。
感触なのか、これが。アッシュグレージュだって。アッシュグレージュだから分かんないでしょ。だから写真見せるのが一番ってこと。私も別にアッシュグレージュにしてくださいって頼んだわけじゃない。私の理想がアッシュグレージュだったってこと。そう、結果だいいよね。なんかそういうなんか感覚が合う人。こんな感じにしたいんですよねって言ってちゃんと好みの色にしてくれる、感覚が似てる人、色のがいいよね。やっぱずっとやってくれてる人だとさ、なんか前回この色にしたからなんかこれをもうちょっと混ぜようとか、なんかそういうあれだよね。衣装さんとかもそう衣装さんは確かにそう。なんか分かってくれてるのがいいよね。私なんか美容院帰りに髪の毛とか巻くのあんま好きじゃないんだけど、絶対ストレートにしてくれるし前髪もパッツンにしてくれるから何も言わなくても。物音に吠えてんの。めっちゃ音に敏感で。動物ってそうだよね。お、メール来た？うちの犬もマジ吠えるよ なんかちょっと近くの家の犬が吠えたりするとなんかバンバンきなちゃんも泣いて、であっちも譲んなくてバンバン泣いてて、そしたらなんかまたどっかの家から犬が吠えてきてみたいな。この前なんか 3匹でずっとなんか争ってて大変だった。誰も譲らない。
マジ合唱だった。ご近所さん同士で大合唱。ずっとよしよししてて、でキナちゃん落ち着いたと思ったら、どっかの犬がちょっと吠えただけでなんかまた吠え出して、もうそれがもう一生終わんなくて、大変だった。何があったのかしら。サンシャイン堺の観覧車、あ、ぜひ乗ってください。22とかだっけ、始まるからぜひ乗ってください。いや、この前観覧車の中で流れるやつを収録しました。そういえば本当にあのしょうもないけど、ぜひ見てください。ねえ、なんかせっかくだから劇場であればいいけど、なさそうだもんね、公演も。10月は分かんないな、ちょっと。ソロライブね、いつになるんでしょう。ゲスト出演したおしましにメール送ったら番組ステッカーが当たりました。おお、すごい。おしまし楽しかったな。スタジオ行きたいけど、酒井さんとはるちゃんとおしゃべりしたいですね。ソロライブね、いつになるのかしら。年内あるかな、どうだろう。本当に私も何も知らない。来たの？ここ来る？あそこ行くの？ん？ダメよ、マスクダメよ。おお、どうした？寝起きです、寝起き。そうそう、
寝起き？甘えん坊の寝起き。寝たの？今日いっぱい寝るね。目開いてない。マスクやめて、マスク。はいはいはい、はいはいはい、きなちゃん。ゆっくりできましたか？かわいいでしょ。あ、また小屋に帰ってった。寝た、また寝た。さっきのは何だったんでしょう。起きたひなちゃん、ひなちゃんおいで。外に向かって吠えている。ひなちゃん、キナちゃんおいで。何もないよ、誰もいないよ。やめて。寝転がり始めました。うん？来たのまた。はい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 、来る？おいで。まだ寝ぼけてるな。うろうろしてらっしゃいます。マジ？絶対取りに行かないじゃん。遊ぶの？これで取りに行く？見てないもん、これのこと。行くよ、うん、あ、持ってきたの。ほら、遊びたくなっちゃった急に。行くよ、うん、あら、楽しいのこれが。行くよ。行かないんかい。あ
れもう飽きた、もう飽きちゃったね、そこ座るね。骨見つけたのね、急にね。さっきまであんな無視してたのに急に食べるね。本当にね、気分や気まぐれ。ロマンティック、かじってる。かわいい、噛んでる顔かわいいよね。かわいい。こんなさ、硬いやつがさ、ぐちゃぐちゃになるんだよ、噛みすぎて。すごいよね。かわいい、手でさちゃんと持ってるのがかわいいよね。かわいくない？ちゃんと両手で持ってるところがかわいい。トリミングはね、いけてないですね。あの、手術があったのでいけなくて、予約取ろうと思ったらめちゃくちゃいっぱいで、もう次10月しか取れませんって言われたから、めちゃくちゃあの長いです今毛が。めっちゃ混んでる、大人気。どれく
ラの期間で切ったらちょうど良さそう。なんだろう、まあでも長いポメラニアンのさ、そのカットの仕方ってさ、めちゃくちゃなんか好みによるじゃん。こうなんかモフモフにしたいのか、なんか柴犬カットとかいう短いやつにしたいのか、それも人のあれによると思うけど。あ、来た。あ、来たの？何？あ、なんかついてる。あ、ついてるついてる。でも一回短くしたらなんかもうあんま綺麗にモフモフにならないらしい。何してんだろう。おお。ひなちゃん。おかえり。うん。歩いてるの？何してんだろう。ソファーの中もシュールだね。うわ、すごいいっぱい噛んでる。また噛み始めた。かわいい。見切れきなちゃん。平和だよね。何考えてるんだろう。
ました。うわうわ、でもいつもね、なんかぐちゃぐちゃになってるから。楽しいね。本当にガムみたいに食べてる。ぐちゃぐちゃしてる。面白い見てて。どういう顔それどうしたの。首かしげんの可愛いんだよ。きなちゃん、きなちゃん、きなちゃん、自分がさ、きなちゃんって分かってるの可愛いよね。眠そう、まだ顔は目開いてないもん。あ、ゴロンですか？ゴロンなの？思い出したかのようにガムを噛み出す犬。あ、どうぞ。いらないの？急に？こんな感じで毎日過ごしてます。うん、どうぞ。
平和な毎日ですね。後ろに行っちゃった。日常、私の日常。そう、本当に赤ちゃんなの。埋もれてる。眠くなってきちゃった。キラちゃん見てたら、誰もいないからやめて。こちらも眠くなってきました。みんな眠くなってきたって、あきなちゃん。私は7時半になったらあきなちゃんにご飯をあげるので、あと5分で終わります。うん、持ってきたのこれ。遊んでって。投げたけど持ってこないっていう。ね、ご飯ね、私のご飯はなんかコロナだった時に主食としていたゼリーがまだめちゃくちゃ残ってるので、それを減らしつつご飯にしたいと思います。チュールあげたことない。部屋が散らかること。2時間ぐらい配信しちゃったよ、きなちゃん。
じゃあ最後にじゃあみんなにバイバイする？来る？抱っこしてあげる。抱っこやだね。おいで。そこに座るね。カメラに映んないとこで座るね。きなちゃん、きなちゃんがここに座ってバイバイしたらこの書類もあるから。でよ、きなちゃんここいで。きなちゃんおいでよ。きなちゃんなんで外から見てるの？さっきまで一緒にしてたじゃん配信。なんで急になんか観覧してるの？きなちゃんおいでめっちゃ嫌がるじゃんおいで。せーの、ぴょんは？ぴょん、バイバイって。おお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 お、はい、バイバイ。ご飯あげます。